大家好，欢迎回到这个 Day Trade 被动收入和投资的频道，我是 Kalina。 上几期就一直跟大家说想做一个采访100位日内交易员的这个小节目，所以今天呢正好我本人也在日本，就请到了这个田中先生。他本身呢他是做这个 FX 的这个 trading 的，所以呢我的很多学生一直在问我一个问题，说到底是做 FX 还是做这个美股，哪一个更赚钱。所以今天呢其实我对 FX 并不是那么的了解，也是一个非常好的机会今天来到这里，然后呢我们的 sponsor 在这里，所以呢也问一问我们的田中先生。こんにちは。こんにちは。長かったですね。ちょっと私さっき言ったのは、今まで私の生徒の中でもその FX とその株、どっちの方が儲かるっていう話なんですけど、どう思います？はい、でも最近はやっぱり株の人の方が多いんですけど、株やってる人から FX に移行されるっていう方もものすごく多くなってきてるんですよ。なんでですか？それが、まあ、いわゆるレバレッジの問題であったりとか、少ない元手からっていう大きく稼ぐっていうのはやっぱり FX の方がそういったイメージがある方が多いのかなと。やっぱり簡単ですか？例えば見るものとかニュースとか。いや、簡単かって言われるとそうではないと思います。やっぱりちゃんと勉強したりとか、やっぱり お金の管理、をしっかりできないと損失にももちろんつながってしまうので、しっかりと、分析をできるようになって、お金の管理もできるようになれば、長く稼いでいけるものかなとは思ってます。例えば私デイトレードやってるんですけど、アメリカで、で今までやってるのは、一番最初やったのはそのラージキャップ、例えばアップルとかテスラとか、そういったすごい大きい会社やってたんですけど、で、まあ、マーケット変わってくるじゃないですか、変わってきて、で最近例えば新しく IPO した会社とか、チャイニーズの会社とか、例えば1ドルからもう2500ドルまでというのも最近中心でやってるんですけど、だから、ね、そういう面で見れば、そのファンチメント会社の基本的な内容と、テクニコどっちの方がいいかって言われると、やっぱりテクニコアナリシスの方が見ないといけないっていうことになるんですけど、FX はどうですか？どっちの方が基本面とそのテクニコアナリシス、どっちの方が見れますか？テクニカルやっぱりそうですね、はい、分析がやっぱり一番大事かなと思ってます。じゃあどのくらい基本的の面は生徒さんたち の勉強しないといけないと思います？テクニカル分析の方はもう8割以上やっぱりしっかりと勉強してもらうんですね。で、あとはその、金利政策とか、そういったものがある時とか経済指標の時間帯とかはもうトレードしない、やっぱりそういったことを徹底的に教えてはいますね。なるほど。じゃあ FX は例えばトレードする時間って何時から何時まで？私は基本的にはもうトレードばっかりやってるので、昼前ぐらいの、日本時間で10時以降ですね、から、夜だと、21時ぐらいかな。24時間ですね。はい、基本的に日を持ち越すっていうことはあんまりないですね。あ、なるほど。株だと例えばニューヨークタイム朝の9時半から、で夜の5時ぐらいまでなんですけど、プリーマーケットとアフターマーケットあって、でクリプトカレンシーは24時間なんですか？なんか私その FX とクリプトカレンシー選んでなかった理由は、ずっと見てない、ずっと見たくないから。私なんか緊張するじゃないですか、はい、なんか最初始めた頃でいつもそのなんかリフレッシュしていくらになったかなっていうのがあって、でその後はだんだんやっぱりこの仕事だけじゃないから、いろんな仕事もしてるし、だから比べる、なんかこの年とこの年で比べたらやっぱりデイトレードは大体 8% を面してるから、大体その自分が一番利益出せる時間だけ選んでるんです。24時間ちょっとしんどいから。そうですね。しんどいっていうのもある、やっぱりしんどいところもあるんですけど、しっかりとその利確と損切りはもうしっかり最初の段階で決めておけば、基本的にはもうあとはもうできる限り最初の3年間ね、はい、ほとんど24時間みたいな感じ見ないといけないんですよね。そうですね。その後自分が
自分のパターンというか、うん、決めて、だいたいこの時間帯は私これをやるっていうのを決めてから、うん、少し楽になるということですね。まあそうですね、やっぱり勉強しないといけないことです。いや勉強も大事ですね。私もそう思います。だからみんな勉強してください。所以我就跟大家说，不管是怎么样，一定要多学习。不管你是 day trade 这个 FX， 或者是 option， 或者是美股，任何一个东西的话，如果没有这个教育，没有这个 knowledge 的话，你是不会成功的。所以可以看一下所有成功的 day trader， 所有的历史基本上都是有好好的去学习，真正去认识现在这个市场，才可以在这个市场里赚到很多很多的钱。好吧，那下期再见，拜拜。